第5回ワールド・ベースボール・クラシック WBC もいよいよ準々決勝に入った野球日本代表侍ジャパンは1次ラウンド B グループを4連勝と他チームを圧倒した16日の準々決勝でイタリア代表に勝利すれば米マイアミで行われる準決勝へと駒を進めるその中で一番の貢献はやはり投打で圧倒的な活躍だったエンゼルスの大谷翔平投手だろうそして 球界で唯一無二の二の流大谷はやはり世界の注目の的のようだ3月15日に行われるワールド・ベースボール・クラシックの準々決勝オーストラリア戦を前に会見に臨んだキューバ代表の監督選手たちが口にした言葉はまさにそれを感じさせた侍ジャパンの一員として参加しているロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平投手投打二刀流でメジャーの歴史を書き換え続けている大谷は この WBC でも異彩を放っている WBC 初戦先発マウンドに立った中国戦では4イニングを投げ無失点非安打15奪三振で WBC 初勝利と好投打っては全4試合でプール B トップの打率5割12打数6安打やはりトップの8打点申告敬遠2を含む7四球と圧倒的な活躍だった4試合ではあるが OPS 出率プラス長打率は1.684と驚異の成績をマークしプール B の MVP にも選ばれた間違いなく今大会の主役というべき二刀流の侍大谷にはキューバの監督選手たちからも絶賛の言葉が相次いだ会見に登場した百戦錬磨のキューバアルマンド・ジョンソン監督は大谷について問われると笑顔でこう語った大谷は信じられないぐらいすごいよもうバッターとしても ピッチャーとしても、今からさらさに大きな可能性を持った選手だ。どんどん良くなっている大谷というのはこれまでの私の想像力を超える人間なんだもう絶賛するしかない実際にプレーをこの目で見てみたいんだとにかく信じられないぐらい印象的な選手なんださらに会見に出席した主力外野手のヤディル・ドレイクも間違いなく全てのアスリートが彼のようになりたいと思っているだろうよ。 野球をする者にとってはもう神のような存在になったねと強調しかたった2017年に日本ハムで1年間だけプレーし大谷とは同僚でもあった32歳のドレークも今大会は打率4割6分な輪リン15打数7安打 OPS1.100 と絶好調だしかしメジャーの球史に名を刻み続ける二刀流戦士大谷翔平は全く次元の違う存在のようで 最大級の惨事を口にした僕はファイターズにいた時から翔平のやっていることをチームメートとして誇りに感じていたんだよ彼の野球への取り組み姿勢は本当にすごいんだ当時もそばで見ていて驚いたが今はその思いがさらに強くなっているよ表現が難しいんだが彼は言うなれば人類を超越するような存在なんだ世界の中でもナンバーワンの選手で他の星から来たような選手だ 世界最高のの選手であるのは間違いない。ななまさにユニコーンなんだ。野球大国キューバ代表の選手たちからも間違いなく世界最高の選手だと言わしめるこれこそが大谷翔平のメジャーでの活躍ぶりを如実に物語ると言えよう。